さっぱらから大声出してどうしたんだい？おや？黒髪少女のサンドイッチ。いつ私たちの間に？このすがすがしい寝顔、昨日の夜あれだけ葛藤してた人とは思えないです。となると、もしや私たちの作戦は。セシリ、起きてくれ。またくっついてもいいのですよ。くっつきません。寝ぼけてないで、さっさと起きてください。おはようございます。朝から美少女で目の保養になりますね。あ、そうだわ、朝のお祈りを捧げないと。女神アクア様、昨晩はお楽しみをありがとうございます。その調子だとどうやら欲望を思い出したようだね。ええ、お二人に挟まれながら寝ることで私は気づいたのです。毎日美少女信者とキャッキャ夫婦な暮らしがしたいと。そのためには教会トップに上り詰めなくては。完全復活ですね。私たちの苦労が報われたかな。お二人のおかげです。本当に何とお礼を言ったらいいか。ですが、もっと際どいことをしても許されたと思うと、昨日の私に腹が立ちますよ。ではお姉さん、これから我々が行くべき場所、わかりますね？はい、もちろん。憎きアンデッドを浄化して、富と実績を我らの手に。完璧です。ずいぶん遠回りをしましたが、時は満ちた。ああ、再び赴かかの遺跡へ。浄化の時間よ。浄化、浄化、アンデッドをまとめて浄化。なんだ、また我が住処で騒ぎよって。貴様らは。はい、リベンジしに来ました。この前は遅れを取ったが、毎回やられる私たちではないよ。どうやら貴様らもあのプリーストと同じ抜け殻になりたいと見える。誰が抜け殻ですって？呪いはまだ解けていないはず。一体どうやって？本当に大切なものが何か、このお二人が思い出させてくれました。大事なのは、やはり地位と美人と信仰だと。まさか、自力で欲望を取り戻したというのか。一体どうやって？それは聞かないでください。さあ、この美人プリーストが不死鳥のごとく蘇ったからには、あなたはもう終わりよ。おとなしく私の踏み台になりなさい。呪いがダメなら体に直接思い知らせてくれわ。じきじきにお相手か。みんな気を引き締めてかかろう。この巣場。キャラエピソードとこの巣場ストーリーは、キャラとの絆を深めると解放されます。この巣場。私の実績のため、安らかに眠りなさい。アクア様、私やり遂げました。綺麗さっぱり浄化してしまいましたね。お見事です。でも分け前はちゃんともらえますよ。せっかくお姉さんを元に戻したのですから。さあお二人とも、この先にはお待ちかねのお宝が眠っているはずです。行きましょう。おお、なかなかの量のお宝
この宝箱、ひときわ豪華だね。これにアークウィザードのドレスが。開けてみますね。おお、ありました。伝説の間にたがわぬかっこよさです。見てください、この攻撃的な色。早速試着を。ちょっと待つんだ、めぐみ。これはどう見てもめぐみには大きすぎるかな。アルエさんの言う通りですね。特に胸元のあたりが。何を。残酷なようだけど、こればっかりは仕方ないね。めぐみんには悪いが、これは私がもらい受けるとしよう。大丈夫よ、めぐみんさん。めぐみんさんにはロリッコという素晴らしい属性があるんだから。この我がロリッコ。さて、やり残したことはありませんね。今度こそ帰るとしましょう。ああ、思い返せば大変なこともあったけど、いい旅だったね。小説のネタも大収穫だ。無垢な人物が欲望に染められる姿、見たくて見られるものじゃないからね。ふん、アルエもお姉さんも大収穫でしょうとも。伝説のドレスも手に入ったことですしね。そうすねないでほしいね。いつまでも着れなくてタンスの肥やしになるよりはいいだろう。いつまでも着れないとはどういう意味ですか。はい、そこまでですよ。そうだ、アクセルへ戻ったらみんなで一緒にお風呂に入って洗いっこしましょう。ああ、もう突っ込む体力もありません。そうだね、帰ろうか。ここがアクシズ教会か。なんというか独特の風情があるね。お姉さんはどこでしょうか。今日は入信書配りもしていないようですし、ここにいると思うのですが。お姉さん、お姉さん、呪いの後遺症がないか様子を見に来てあげましたよ。あら、あなたたち、神聖なるアクシズ教会へようこそ。どうしたんですか、その格好。似合ってますか。実はこれ、先日のアンデッド退治のご褒美に本部からもらったんですよ。なんでもアクシズ教に古来より伝わる由緒正しい服だとか。それは良かった、思わぬ収穫だね。ええ、これを着てからというもの、布教の成功率が上がっているのです。これで京都の数はますます増えることでしょう。そして私の血も高まっていく。まさに成功のスパイラル。夢にまで見た美少女たちとの暮らしはすぐそこに。めぐみ、私たちは大変な人物をよみがえらせてしまったようだ。もう一度呪いをかけ直してもらった方がいいかもしれませんね。大丈夫です、お二人がいれば私の欲望はどんな時も復活しますから。このスバ。冒険の軌跡をご覧になりますか。